ビィル・フランシュ・ドルエルグは、フランス、奥下に地域圏、アベロン圏のコミューン、アベロン側の谷に位置する。銅、鉛、鉄、鈴、銀が採掘される。ン産塩や石も採掘される。アベロン圏内でも温暖な気候である。ロデーズやミオより、年間平均気温が、摂氏2度高い。アーケードに囲まれた、ノートルダム広場コンシュルハシプラースドラ。 フォンテーヌ・ビル・フランシュの町は、1099年に、トゥールーズ・ハクレモン4世によって、アベロン川左岸に建設された。新しい町には、教会がなく、住民は、サンカルピル教会のミサに出向くしかなかった。この頃、町の発展は重要視されていなかった。ルイ9世の王帝、アルフォンス王子と、トゥールーズ城白。 ジャンヌの結婚によりカペー朝の権力がトゥールーズ伯領に及ぶようになると、ルエルグ地方の行政下港心地で大官が、駐在するなジャックはあまりにもトゥールーズ家に忠実であると判明した。アルフォンス王子は、ネジャックから数マイル離れた場所に新しい町を建設し、古いつながりを打破し、政治中心地を移すことに決めた。百五十二年に王子は、機能を、 アベロン川左岸の右岸のように発展していないビルフランシュに移した。街が発展する、よう、税控除の特権が与えられた。大ンジャンデザール氏は古代ローマの都市計画にのっとって、五番路目上に新しい都市を設計した。中央広場の四方の通りを直角に交差させ、城壁で覆うという、非常に特徴的なバスティードでは、今日も毎週市場が開催されているように、 商業活動の特権が与えられていた。最初の基礎が失敗していた、教会建物も刷新された。1256年、ルイ9世とアルフォンス王子によって検証が付与された。これは、商取引を、規制や都市の役割を確認するものだった。裕福な商人に貴族が定住するようになった。1290年、コルドリエ修道会の修道院が記載された。 これはフランス革命時代に破壊されたコンシュール橋が建設された。1321年200リーブルで石橋を架けるという証書がコミューンの公文書に残っている。いくつかの証拠から実際に建設されたのは1331年であるとわかっている。1348年から1349年に かけての国史病流行で患者を看護するため産、マルティアル病院が神学校の隣に建てられた。およそ3000人が犠牲となり、神学校や壁の建設が中断された。1455年、サンジャック教会が建てられた。ビルフランシュはルピュー・ヤンブレへ向かうサンティアゴの巡礼路の宿場町であった。巡礼者のための病院も建てられた。 1628年、国史病で人口の1、3が失われた。1775年、大地震でビル・フランシュの600軒の住宅が壊れた。ビル・フランシュの繁栄が頂点に達したのは、新設されたオートイコールガロンヌ州の州都になった1779年である。革命後、ケント機能はロデーズに移された。 1943年9月17日早朝、ナチスドイツに占領されていたビル・フランシュは、その勝利の日を迎えた。この日、多数が、ボシュク人やカトリックのクロアチア人で占められていた第13、SS 武装山岳師団の第13大隊は、ドイツの司令部に対して反乱を起こした。ドイツ人将校たちを殺害し武器を奪った後、武装勢力は、 ビルフランシュの実効支配を奪い、わずか1日でビルフランシュはドイツの占領から解放された。しかしドイツ司令部は迅速に反撃を開始し、近隣から大きな援軍が派遣された。充実した装備と数で圧倒した血生臭い、紫外線の後ドイツ軍はビルフランシュを奪還した。生存者は即座にドイツ当局によって死刑判決を受け、 クロアチア人犠牲者の広場と呼ばれる場所に埋葬された。若者の英雄的な行為は悲劇に終わったが、BBC のラジオロンドンは、ナチスドイツ占領下にある西ヨーロッパの街から町へと、解放を勝ち取ったに値する、ビルフランシュドルエルグを伝え広めた。反乱の指導者と疑われたのは、イスラム教徒のフェディド・ドジャニッチ、カトリック教徒のエドゥアルド・マトチノビッチ、ニコラ・ブケリッチ、 ボジョ・イェリネクであった。イェリネクとマトチノビッチがマキの信頼を勝ち取る一方で、ドジャニッチとブケリッチは、ドイツ軍との戦闘で死亡した。イェリネクは、レジオンドヌール勲章を授けられた。事件の記憶を留めようと、戦後にビル・フランシュ・ドイ・コール・ル・エルグの通りは、アベニューでクロアートと改名された。ありがとうございます。